プラハの戦いは1757年5月6日にプラハ城外で行われた7年戦争におけるプロイセン軍とオーストリア軍との開戦である。プロイセン軍が勝利した。前年に始まった7年戦争はこの年から各国ともに本格的な交戦に入った。プロイセンは先制攻撃の有利を得て前年中に全作戦を占領して 平坦基地化し、オーストリアは、その救援に失敗したが、その代わり時刻での防備を固める時間を得た。プロイセンは、シュレージェント・ザクセンで、オーストリア軍は、ベーメンとメーレンで、それぞれ投影に入った。オーストリア軍の総司令官は、皇帝フランツ一世の弟、カール・アレクサンダー公使であった。その貢献役であるマクシミリアン・ユリシーズ・フォン・ブラウンは、フリードリヒ大王は、 必ずや攻勢を仕掛けてくるから、その前に、こちらから攻め込んで主導権を握り、米面ではなくザクセンを戦場とすべきだと進言した。しかしカールはこれを用いなかった。この春に大王が行った軌道は、ナポレオニックな戦争のやり方の先行例として知られる。すなわち、大王は、オーストリア軍が広く分散宿営していることを利用して、 自軍では東映を畳むと同時に、これを一箇所に集結させず四個軍団が、東西に方向から同時にプラハ目指して、前進するという急進作戦を用いた。大王子基礎軍団と、アンハルトデッサウ軍団がザクセンから、シュベリーン軍団とベーベルーン軍団がシュレジェンから、それぞれ進行した。またしても、先手を取られたオーストリア軍は、分散されたままの部隊を急遽退却させ、 補足されないようにするのが、精一杯で、プロイセン軍の進撃を阻止することができなかった。4月21日には、ライヘンベルクの戦いで、双方の軍団が交戦し、オーストリアが敗北した。こうして両軍は、プラハに集結した。オーストリア軍は、プラハ城内に1万5000の兵を入れて守らせると、残り6万でその東に陣を敷いた。 一方、プロイセン軍も、ヤーコプ・フォン・海島を分派してブルタバ川左岸からプラハを抑えさせ、主力をオーストリア軍に向けて決戦を望んだ。その兵力は6万4千であった。プラハの戦い前半プラハの戦い後半7年戦争において、大王は敵変欲への集中攻撃を行うことが多く、今回もシュベリーンにオーストリア軍欲への攻撃を命じた。 これに対してシュベリーンは地形の偵察が必要と答え、ハンス・カール・フォン・ビンターフェルトがこれを行った結果、敵右翼前面には草地が広がっていて攻撃に適すと報告した。こうしてプロイセン軍は攻撃に着手した。シュベリーンが主攻を担い、その左翼をハンス・ヨアヒム・フォン追ンの騎兵隊が援護したのだったが、実際にその場所についてみると、 ビンターフェルトは丘の斜面しか見ておらず、地形の凹凸で、それが見えなかったのだが、オーストリア軍人地の前に広がっていたのは、草地どころか沼地で、オーストリア軍はその向こう側で丘に陣取って、有利な位置を占めていた。ブラウンは、プロイセン軍による右翼への攻撃に対し急いで、部隊を移動させ、相対させた。結果として陣形は、L 字型になった。 フロイセン軍は沼地を越えるまでに、オーストリア軍の強力な砲撃を受け、丘を登ろうとして、オーストリア軍の猛者を浴びた。ビンターフェルトは撃たれて構想され、部隊には、動揺が走って前進が止まった。シュベリーンは兵士たちを奮い立たせるために軍旗を掲げて、最前列に立ち、再び前進させようとしたが、銃弾を受けて戦死した。オーストリア軍でもブラウンが撃たれて、 重傷を負い、プラハに送られた。右翼のオーストリア軍は、プロイセン軍の攻撃を防ぎ、反撃によって逆に圧迫しつつあった。しかし同時にその過程で、右翼と中央との間に感激を生じさせていた。大王は、左翼部隊を立て直すとともに、第二戦列を投入して、オーストリア軍を攻撃させた。ベーベルーンや、ブラウンシュバイク、ハインリヒ王子らが、 オーストリア軍左翼を攻撃しつつ、中央の間撃に向かって攻勢に出て、オーストリア軍を分断した。C10 の騎兵部隊は、オーストリア軍の左右翼を突破して後方になだれ込み、オーストリア軍の混乱を助長した。ついに、オーストリア軍は、崩れ、大部分が、プラハ城内に逃げ込み、プラハに逃げられなかった残りの部隊は、遠くの遊軍目指して敗走した。プロイセン軍は、 カールと4万の軍隊をプラハに囲むこととなった。大王はカールに対して降伏を勧告したが、カールはメーレンのダウン軍の救援を期待して、これを拒否した。オーストリア軍は1万7千の兵を失ったが、プロイセン軍も側面攻撃の失敗により1万4千を失った。したがって、戦術的には、小勝利と言える。しかし、戦略的には、 その勝利は大きいものであった。オーストリア軍の首相のカールと主力たる4万もの軍隊を包囲下に置くことができたからである。そして、それをもたらしたのは、大王の優れた軌道であった。もしこの軍団が降伏すれば、オーストリアの権威と戦力は、決定的打撃を受け、ウィーン進軍も困難ではなくなったであろう。その、結果オーストリア軍は、海戦に敗れて、 完全な破局に陥ったのである。軍の三分の二と総司令官とが、プラハで合意されねばならなかったのだから、破局と称せられても仕方があるまい。ありがとうございます。